映像正面の交差点は歩車分離式です。今その交差点を歩行者が斜めに横断していますね。歩車分離式もスクランブル式交差点同様、歩行者信号がすべて青になるので斜め横断ができそうですが、歩車分離式では横断することはできません。では両者の違いは何なのか、これから説明していきたいと思います。一般に歩車分離式信号機の場合、十字路交差点に隣接する歩行者信号すべてが青になります。歩車分離式信号のうち、横断歩道が対角線上斜めに渡れるように表示されている交差点をスクランブル式、そうでない直角方向のみの横断歩道が表示されているのを歩行者専用限字式と言います。スクランブル交差点は東京渋谷駅前のものが有名ですね。歩車分離式信号機の歩行者用が青になった時、歩行者が交差点を斜めに横断していいのはスクランブル式だけです。なぜ歩行者専用限字式では斜め横断を認めていないかというと、青信号表示の長さに違いがあるからです。スクランブル交差点の場合、交差点を斜めに横断することを見越して青信号の時間を長めに設定しています。しかし歩行者専用限字式の信号機では対角線でなく一辺の距離を渡れる時間しか青信号の時間を作っていないのです。つまり歩行者用信号限字式の場合、対角線上に進行したい場合でも横断歩道を1本ずつ合計2本横断するようになっており、青信号1回踏んで2本の横断歩道を渡りきれない場合は1本を横断して次の青信号になるまで待つというのが正しいルールです。斜め横断を前提に青信号の時間を決めていない信号機では時間内に渡りきれないこともあるため、斜め横断は絶対にしないようにしてください。斜めに横断できるのはスクランブル交差点だけです。